今天在新竹有一场别开生面的比赛，亚洲杯经理大赛第一次在台湾举办，共有七个国家1137位经理参赛，到底要怎么比赛？透过我们镜头一起来看看。这只红黑白相间的昭和三色，高贵的身价让民众感到惊奇。这只价值700万，不可思议。哦，总第一名，你觉得怎么样？很吃惊，因为没有看过这么大的那个锦鲤。我觉得它色泽很漂亮，而且很亮。能获得评选第一，究竟美在哪里呢？この鯉が優勝したという理由は、まず体型がいいということです。それと、赤い色ですね。皮板が均一性で綺麗である。頭部から最後まで綺麗であるということです。で、3番目、この隅と言われるものですが、非常に全てが表に出ていて、照りとか光沢があって、完成度が非常に高い墨を持っているということです。模様についても、赤と黒と白のバランスというものが すごく配置がいいという鯉です。で、あと頭から、赤、白、黒、赤、白、黒の順番が非常に規則正しく配置されていて、模様で言っても、他の鯉よりも抜きんでたところがということです。第二名同样也是来自日本，第三名则是台湾四组，品种都是红白，两只也拥有500万身价。我们在亚洲杯也是我们台湾第一次举办，能够得到总冠军的也是极少，是很难得的，才会价值才会那么高。内行人看门道，外行人看热闹，不管你是哪种人，都欢迎一同欣赏这些水中贵客。新唐亚太电视，佘志成、林秋霞，台湾新竹采访报道。